対して、富澤選手に対してですね、警察官がこういうふうに言った。12ページ、弁明書12ページのところなんですが、素直に応じれば刑が軽くなって大事にならないから、応じなければ日本に帰れず韓国に残らなければならないと言ってきた。その説明を聞いて富田選手は、もし自分が A のことを話して窃盗の事実を否認するのであれば、韓国の警察に拘束され日本に帰れなくなるではないかという思いを強く持った。そして自らの潔白を訴えたいという気持ちよりも、どれくらい韓国に拘束されるか見通しもわからないまま日本に帰れなくなってしまうことへの不安と、富田選手が A とのことを話して事態が大きくなることでかえって、水連や JOC やデサントなどの関係者に迷惑をかけてしまうんじゃないかという不安が真っ先に頭をよぎった。そして、最初に通訳人、検察官が通訳人を介して事実を認めればことを大きくしない、ニューアンにはみんなに一緒に帰ると言ってきたんで、その言葉を信じて、たとえ身に覚えがなくことであっても自分一人我慢して真実を飲み込んで素直に従っておけば、事態も収束してみんなに迷惑をかけず自分も自身も予定通り日本に帰れると、そういうふうに思ったと。ですから富田選手は警察官の言うままに、はいはいと答えて、僕記者、パク記者ですのからカメラを出さんという事実関係を認めてしまったということですね。で、どうしてカメラを盗んだという動機についても、追及されたということなんですが、冷静ではいられなかったので、どういうように答えたのかを、彼ははっきり覚えていないと言っています。それから富田先生が覚えているやり取りの中で、ただ覚えているのはカメラを売る気があったのかという警察官の質問に対してはありませんでしたと、答えたくらいで、いろんなことを、警察官が畳みかけて聞かれているので、どのようなことをどのような順番で言ったのか、調べの詳細については動揺をしていたので記憶がないということであります。そしてですね、さらに今度は会場内での動き等々も聞かれたんですが、動きを説明するときに警察官から事実関係を争ったら帰国できなくなる、いいですか、事実関係を争ったら帰国できなくなると言われたので、真実を述べる分に対する怖さがあり、A とのことは話さなかった。で、それからですね、ここから非常に重要なんですが、警察官は富田選手に警察官が所持したスマートフォンの中に保存されている動画を見せていたと。で、動画はいくつもあったが、1、サイドプールからメインプールに移動する人の姿、陳述書添付などの資料図面を見ながら見ていただきたいんですが、その姿、メインプールのプールサイドにある台座に座っており、その後台座から別の場所を移動した人の姿、第二プールの横を通って出口に出るまでの通路を歩いている人の姿、建物の外を歩く人の姿、それぞれ映ってはいたと。このうち1、2、3、4はの動画は映像がくっきりとしていて見やすくて、映っている人物も富田選手本人であることは確認できたと。しかし、肝心要のですね、メインプールのプールサイドである台座に座っている等の写真については映像もぼんやりしていて、他の動画よりも明らかに画像が荒く乱れていて、映っている人物も富田選手であることをなんとなく分かる程度で、その姿も2半身ぐらいしか映ってなかったと。で、何よりも肝心なのは、その盗んだ場面、彼がカメラに手をかざして、レンズを外して、それから紫色のバッグに入れたという肝心のこの場面が一瞬たりとも映っていなかったと見せられた動画にはそう言っております。田中選手は警察から見せられた動画だけでは、これは自分が盗んだ決定的な証拠じゃならないと思っていた。しかし、それでも逆らえば拘束されて帰国できなくなるという不安感から、ことを荒立てないようにして関係者に迷惑をかけないようにしたければということで、動画に対しても特別何も文句を言わなかったと。で、資料を14を見ていただきたいんですが、監視カメラが
までもこのテレビから映したものなんですが、こう3つの監視カメラがあるようなんですが、小平選手の話では飛び込みプールのからの、あのプールからのカメラ、この辺りの動画を見せられたんではないかというふうに彼は述べています。ですからこの資料14で代打というと北関というところだと思うんですが、あの、まあ、その位置関係からしてこの飛び込み用プールのそばにあるあのカメラを見せたんじゃないかとは言っていますけど、で取り調べはですね26日から27日の深夜に、まあ、またがったということで、それでまあその間、カメラ あの持ち主である僕記者も来てですね、まあ、謝罪もしたけれども、内心自分は何も悪いことをしてないのに謝罪する必要はないと思ったけども、まあ、謝罪しなければこの場が収まらない雰囲気だったのでとりあえず頭を下げたということです。それで、まあ、警察署内で退去を命じられていたということで、まあ、その間富田選手は、まあ、部屋には、まあ、JOC の方たちなども話をしていたんですが、数百人の首から下げているプレートを見たら、まあ、大体アジア大会ではボランティアの方がプレートを下げて通訳しているようなんですが、数百人のプレートにはイングリッシュと書かれていて、ジャパニーズとは書かれていなかったと、ページ15ページですが。だから、あ、この人は一応日本語の会話はできるけども、プレートに明記できるほど日本語は得意じゃないということをその時富田選手は思ったということですね。ですから富田選手としては犯罪者扱いにされるという大きな出来事にあるにかかわらず、日本語を担当する通訳人じゃなくてあまり日本語が上手でない通訳人を介して自分が調べをされたのかなと思って大変残念に思ったということなんですね。で、まあ、結局、まあ、そのままシェラを退去していて、結局、まあ、出国停止命令は解かれないまま午前3時ごろ警察の車に乗せられて、まあ、選手村に帰されたと。そこで選手村に戻ってから、富田選手は警察で言いなりになって罪を認めてしまったけど、やはり真実を伝えようということで睡蓮の上の競泳委員長に伝えようと思ったんだけど上野さんは不在だったと。でここからまた JOC の対応が非常に素早いというのか早いか分かりませんが、 JOC の方からとりあえず本部に来るように言われたので富田選手は真実を話そうと思って行ったら、で本部に着いた時にはもうすでに富田選手は日本選手団から追放するという話になって、すぐにでも選手村から出てくるように言われて、もう荷物一式渡されて、そこで、まあ、富田選手が迎えに来たデザントの担当者に連れられて一旦日本選手村の日本代表ビルを出たと。だけど、まあ、またしばらく JOC の担当者から電話が入って、まあ、警察署として、富田選手の居場所をはっきりさせるようにということで再度再び日本代表ビルに戻ることになった。で富田選手としてはビルに戻って、まあ、一息ついたんですが、まあ、もう本当に事態が悪化していく一方で頭の整理ができずパニック状態になって何も考えられなくなったということですね。そして、何も考えられないまま28日丸1日過ごした後、29日午前中も何もせず部屋から出なかったと。しかし29日の午後昼頃からですね、まあ、カメラの持ち主と謝罪に行くよと言われて、まあ、デサントの担当者と一緒にソウルに謝罪に行ったと。で、まあ、そこでですね、被害者の記者と一緒に会ってですね、まあ、合意書なるものを作成したようなんですが、これが資料6の1です。これ韓国語で書かれております。これはどうも日本大使館の一等書記官の方が韓国語で書いた書面なんですが、そこで韓国語を指示されたところに誤印するようということで、まあ、誤印をされたと。で、まあ、資料6にはその日本語訳仮訳なんですが、富田選手としては合意書の内容については十分理解はしていない、日本に来て